moments are the important moments that connect us. 急な声や。皆さんこんばんは。5月14日火曜日午後10時になりました。 FM79.7MHz コールサイン JOZZ0CGFM FM 宜野湾の電波をお借りして、名古屋にあるダンサースタジオから旧名古屋お送りいたします。最近ね、王子ね、韓流ドラマというかちょっと恋愛もの見ててね、なんかね、だいぶいい年したおっさんなんですけども、私ね、なんかね、胸がキュンキュンするような感じでね、見てるんですけど、皆さんそういうことはございませんか？滑り王子マスクマンでございます。はい、先週ぎっくり腰になって、今週は治ったから治ったぞって言いたかったのに、なぜか今日の夕方からまた同じような感じで痛くなってきたのは、これは何でしょうかね。旧名古屋、いや王子の呪いかな。味噌煮込みスキーと、いや実はですね、旧名古屋にとても関係があるんですけども、このダンサーズスタジオですね、まあ、ネット配信もやっててですね、このネットがですね、LANケーブルが、まあ、使ってるんですけども、この LANケーブルがですね調子が悪くなりまして、で実はその張り替えをですね、この日曜日にやってたんですね。あ、土曜日ですね、土曜日にやってたんですけども、これがですね、屋根裏に上がってですね、めちゃくちゃ暑い中やって、もう本当に、味噌煮込みスキー同様、腰も肩も痛いダンサーズでございます。はい、こんな3人がお届けします。今夜のテーマはカメラ。今夜のテーマはカメラです。メールアドレスは kiyu@kiyu.nagoya です。 kiyu@kiyu.nagoya です。この番組はツイキャスライブでも配信しています。ツイキャスのサイトから FM ギノワンで検索してください。またインターネットラジオ配信サイトマイチューナラジオからも放送しています。マイチューナラジオサイトアプリ、またはマイチューナラジオサイトから FM ギノワンで検索してください。本日は電話ゲストコーナーがあります。株式会社 D グラッド大阪支店支店長網本健二さんです。22時13分頃からとなります。名古屋は栄養コーナー、今夜は関西は A で、あれ違う、関西は A でをお送りします。22時38分頃からとなります。この番組は陸上海上輸送一貫サポート名古屋東海協和、自動車整備士を絶賛募集中名古屋熱田トリプルエイト、入居者募集中名古屋熱田トッペロン、経営者様のお困りごと相談はリテールクリエイト社会保険労務士法人、個人スポンサーさんですグランレーナさん、名誉総裁賞受賞の首里饅頭那覇首里中村製菓、アートワークウェブサイト FMJG、 お小遣いで買えるお菓子がいっぱい那覇市永田おやつと軽食の店夢屋、相続などでお困りごと相談は税理士法人ベスタックス、太古式とオイルリンパトリートメントのリラクゼーションサロンなごみ、ネットワークカメラ録画システムのことなら D グラッド、個人スポンサーさんです真っ赤なメルセデスさん、本日よりグランレーナさんがプレミアムスポンサーさんになっていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。こちらの提供でお送りいたします。私ども東海協和の国内物流部は、名古屋から北は北海道、南は沖縄まで最適な物流サービスを提供しております。安心確実迅速をモットーに、創意工夫を凝らし、お客様の個々のニーズに応え、心で届ける物流で皆様の暮らしをつなげていきます。どんな形状大きさの輸送もお任せください。
これからも皆様の心強い物流パートナーとして。お問い合わせは電話 052-389-7817 東海協和まで。イテールクリエイト社会保険労務士法人は、小売業、コンビニエンスストアに特化した日本でも数少ない社会保険労務士事務所です。全国の小売業、コンビニオーナーの皆さんが抱えるお困りごとに寄り添い、問題解決いたします。人が集まらない、どうやって育てればいいんだろう、従業員の働きがいにつながるアイディアはないかなど、小さなことでもお気軽にご相談ください。お問い合わせは電話 03-5357-1182、またはコンビニ社労士で検索。税理士法人ベスタックスは、財産カウンセリングで相続に関するお悩みを問題解決し、最善のご提案をいたします。相続で少しでも不安な皆様、ぜひご相談ください。お問い合わせは電話 03-6421-2296、 またはベスタックス相続で検索。キウナ小屋。メールを紹介します。はいはい、先週ですね、来てたんですけれども、ちょっとね、時間の都合で読み、はい、紹介できなかったので紹介します。先週の焦る焦ったのテーマで、ツインクルちゃんからです。ありがとうございます。皆さんこんばんは。こんばんは。ツインクルちゃんです。こんばんは。久しぶりにメール送らせていただきます。本日のテーマ、焦る焦った。私は平日は朝の8時に起きます。とある日の朝、8時過ぎてると思って起きたらまだ7時だったので、焦ったとなりました。焦った日は二度寝ができないですということです。そうだよ ね、 そうね、うん、あと1時間寝ようと思ったらけど、うん、またやっぱり寝にくいですよね。そうなんだよ ね、うん、だいぶ寝過ごしちゃうと困るからね。そうそうそう、うん、あれ絶対その後の二度寝って危ないですよね。危ない、本当に、うんうん、ね、よっぽど気を張ってないとね。本当、本当、そうですね。で、うん、ツイキャスでですね、うん、で、高坊さんが、うん、韓流、そうそう、うん、王子、韓流って言った？韓流って言ってたね。みんな知ってた？ずっと、ずっと韓流だと思ってた。私、韓流って聞こえたんですけど、うん、いや、聞き間違いか、私のって思ったけど、韓流って言ってたんだね。韓流です、うん、ちょっと BG 下げますね、うん、王子滑ってます。え、これは滑ってるの？あのね、長いこと韓流って言ってるよ。え、みんな何も言われなかった？うん、あの、まああんまりそういう走ってはないですけども、あ、ずっと韓流だと思ってて、だからあれ、みんな知ってたって。え、よくさ、うん、あれテレビとかでもやってるじゃないですか。あのね、だから今のみそちゃんの話じゃないですけども、うん、こうテレビから、うん、聞こえてくるのを、うん、もう韓流って言ってても自分の頭の中で韓流になってるから、多分そう聞こえちゃってるんでしょうね、うん、ああ、もうそういう風にね、うん、多分そんな感じだと思うんですよ、うんうん、なるほど、うん、王子滑ってます。滑ってるの？やっぱり滑ってるんだね。滑ってるのこれ、うん、滑ってるあら、まあ、はい、続いてですね、はい、今週のテーマ、カメラで、来ています。はい、銭形警部からです。ありがとうございます。ありがとうございます。携帯電話が普及し便利な機能がたくさんつくようになってからは、カメラ機能も当たり前になっていますが、昔のカメラは一眼レフなどのカメラがあって、携帯電話にはない性能の良さがあるだけに、本来のカメラを見かけることが少なくなりましたね。あとは映るんですなどの使い捨てカメラも見かけなくなりましたね。昔のカメラが懐かしく思います、ということでございます。あの、昔って若い子みんななんか持ってませんでした、この使い捨てカメラを。ああ、もうありました、うん、あります。映るんです的なやつね、うん、あれなんかみんな持ってましたよね、昔な、ね、うん、旅行に行く時になんか映るんですっていうか、ね、うん、ああいう使い捨てのカメラを持って行きましたよね、うん、そうそう、ね、重たくないしと思って。でも今ね、考えてみたらスマホ持ってればいらないですもんね。そうなんですよね、ね、でこれでまたあの動画も撮れたりとかしますもん ね、すごい、あの、まあ、便利になってますよね。便利になりましたね。はい、はいはい、
ということで、はい、CM、はい、そして、D グラット網元支店長登場です。はい、中村製菓は那覇首里に創業して64年、月桃や泡盛など激戦素材で作り上げた首里饅頭とくんぴん、こだわりの琉球菓子をご賞味ください。ユイレール首里駅から徒歩3分、電話 098-884-5901。 中村製菓。 FMJG アートワークウェブサイトオープン。オリジナルモノクロキャラクターアンドオブジェクトの実験的ミュージアム、ご訪問は fmjg.jp まで。ただいま独自企画品開発中。おやつと軽食の店夢屋。那覇市長田にあるおやつと軽食の店夢屋は、あなたの町のお菓子屋さん。お小遣いで買えるお菓子でいっぱい。沖縄大学から徒歩2分、詳しい場所は地図アプリで検索。リラクゼーションのゴミはお客様に合わせた施術をしています。疲れてるから癒されたい、腰が最近痛いといったことなど幅広くサポート。体験したことのない施術をお約束いたします。お問い合わせは名古屋市緑区リラクゼーションサロンのゴミで検索。 D グラッドはネットワークカメラシステム、ポップシステムの開発製造販売をしています。お見積もりから設置運用までワンスポットサポート、安心のセキュリティをお約束いたします。お問い合わせは D グラッドで検索。キウナ小屋。はい、本日の電話ゲストです、株式会社 D グラッド大阪支店支店長網元健二さんです。こんばんは。こんばんは。どうもどうも、ご無沙汰しております。こちらこそいつもお世話になっております。ありがとうございます。お世話になります。まずは、網元さん、自己紹介の方お願いしてもよろしかったでしょうか。はい、わかりました。皆さん、こんばんは。はじめまして。株式会社 D グラッド大阪支店の、網元と申します。大阪支店で支店長の方をさせていただいております。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。まずですね、はい、D グラッドさんの私どもの旧名古屋の方にスポンサーになっていただきましてありがとうございます。いえいえ、こちらこそお世話になっております。ありがとうございます。ありがとうございます。まずですね、D グラッドさんですけども、はい、どういったお仕事をされている会社様になりますでしょうか。はい、弊社 D グラッドは、平成元年ですね、に、創立しました。主に、あれですね、防犯カメラの、録画サーバーですね、を開発製造をしておる会社になりますね。あとは、そうですね、流通系、例えばスーパーなどのポップシステムの開発販売をさせていただいております。あ、そうすると防犯カメラといいますと、もう今すごく、はい、今いろいろネットとかあとニュースとかでも、はい、いろんな防犯カメラが今使われていると思うんですけども、で今ですと、その防犯カメラのトレンドって何かあるんですか。そうですね、今はですね、主に、ネットワークカメラですね、いわゆるLANとかの、ケーブルでつなぐネットワークカメラが主流になっておりますね、うん、はい、また映像の方もですね、はい、以前はだいたい30万画素、まあ二昔前の携帯ぐらいの映像でしたよね、うんうん、それが今はもうほとんど HD とかフル HD、うん、あるいはその場所によっては 4K、はい、うん、というもので撮影をするようなトレンドになってますね。あ、はい、4K ってなりますとかなりデータの方とかあとネットワークですと結構
ね、ごめんなさい、ちょっと専門用語かもしれないですけど、トラフィックが増えるんではないかなと思うんですけども。はい、はい、そうですね。まあ、実際のところ、我々提案するにあたりましては、その、トラフィック計算というのはね、やっぱり絶対でして、で、まあ、例えば 4K で、まあ、これも専門用語になるんですけどもね、圧縮形式で、例えば、ビデオとかで使っている H.264 という圧縮形式でも、やはり、そうですね、1コマあたりだいたい256とか、場合によっては1メガとかになってしまいますので、バックボーンの、あれですね、回線を含めた設計というのは、今はもう必須になってますね。はい、やっぱりそれなりのネットで、ネットじゃないと、やはりね、で、容量がついていけないですよね。そうなんです、あとね、ローカル側の方もやっぱり設計をしなさないとダメなんですよね。あ、そうなんですね。でもそうなると 4K 画質なんかで映ってしまいますと、どうなんでしょう、毛穴レベルですよね。そうするともう毛穴どころかね、鼻毛まで見えるっていうやつ。ああもう、はい、鼻毛の白髪も見えますね。あら、すごいとこまで見えてしまいますね。まあ、そうなるとですね、今のお話ですと、隣にいるものがですね、まあ、いろんなね、見えてはいけないものが映ると、多分困ってしまうんじゃないかなというものがいますので、変わります。はい。ご無沙汰しております、網本支店長。お世話になります。ゴミスキーでございます。どうも、ご無沙汰しております。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、この度はね、スポンサーにもなってくださいまして、誠にありがとうございます。いえいえ、本当に少しだけで申し訳ないですけども、ありがとうございます。はい、そうですね、まあ、先ほどね、監視カメラの話をいろいろお聞きしたんですけれども、はい、やはり最近とてもニーズが高まっていると思うんですけれども、そうですね、はい、実際にどのようなところに設置してくださいっていうのをお願いされるんでしょうか。そうですね、もうこれはもう本当に多岐にわたっておりまして、まあ守秘義務の都合で詳細は申し上げられませんけども、そうですね、例えば公共のインフラ関係、はい、それから、まあ、あれですね、防衛関係、はい、あとは流通関係、まあ、具体的にスーパーであるとか、ドラッグストアさんであるとか。なるほど、そういえばそうですね、はい、最近お店にもたくさん設置してありますもんね。そうなんですよ、あれね、全部が全部行けるのかな、僕ら店行きながら見てます。やっぱり偽物もあるんですかね。大きな声では言えませんけどね。でもね、そのカメラがあるというだけでね、抑止力があるというかね、そうなんです、それだけでも効果がある場合もございますからね。はい、そうなんですよ、そのためにダミーカメラっていうのがありまして、まあ、本物のカメラの中によく似たものを混ぜたりっていうようなご提案をさせていただくこともありますね。はい、そうなんですね、ご提案の中にそれがあるということですね。昔はね、一昔前はいかにもっていう、ね、ダミーのカメラって本当にいかにもっていう感じだったんですけど、今はそうじゃないんですね。実はメーカーさんのにもよるんですけども、本物のカメラをダミーにしてるっていうメーカーさんもあるんです、実は。ああ、なるほど。で、一見すると普通の人にはわからないですよね。そうなんです、ただね、見る人が見てればわかりますので。アメコト支店長はもう、はい、多分パッと見たらもうすぐわかるんでしょうね。そうなんです、パッと見たら、ああ、は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 あ、なるほどって感じですね。なるほど。で、やっぱり一般の家庭でも、ね、お客様っていうのはいらっしゃるんでしょうか。ありますよ、一般のご家庭で入れられる方。はい、なるほど。特に最近は、あれですよね、地域防犯とかで、その家の周りを取りたいというニーズはやはりございますね。はい、そうですね、なんかね、私どもでもね、やはり、ね、自分の家庭でもやっぱりちょっと置いたりとか、ねまあ、そんな大掛かりではないですけど、そういうのもありますし、あとやはりね、自分の職場にも本当にここ数年ですけれども、やはりカメラが設置されましたね。
そうですね、特に職場内にカメラを設置するのは、最近あれのね、ところで ISO、ISO の都合で、セキュリティを重視するような、はい、ISO の規格があるんですね。あ、うん、なるほど、ISO の中でもそういった項目があるということなんですね。そうなんです。それがセキュリティ強化のために、まあ、いわゆる防犯カメラをつけなさいというふうな、企画があるそうなんですよ。あ、なるほど。それで、ね、カメラが職場内にあったりとか、そういうことなんですね。そういうところもあるんですよね。うん、そうですね。そうですね。で、まあ、ちょっと2週間ほど前なんですけども、はい、まあ、滋賀県の方のある工場に行きまして、はい、カメラの更新をしてきたんですね、はい、システムの更新を全部やったんですけども、はい、それも急に言うてきて、どうしたのって言ってお客さんに聞いたら、はい、その ISO の都合だったっていうふうなことがありました。あ、なるほど、はい、そうですか、ISO の中にもそういったものを取り入れるっていうことで、うん、またね、ますますニーズが高まってるんじゃないでしょうかね。そうですね、今コメントでですね、はい、高坊さんですか、はい、個人情報保護との観点から監視カメラの設置も賛否ありますよねっておかけなんですけれども、はい、個人情報の保護ですね、はい、法律で4項目ありまして、それが合致してたら個人情報に侵害されるって言うんですけど、防犯カメラの場合は顔しか映らないので、はい、個人情報保護というところではまあグレーですね。はい、あ、なるほど。名前も住所もわからないので、お、うん、顔だけだとそれには当たらないということなんですね。そうなんです。まあ、プライバシーの問題はあるんですけども、ただ個人を顔の映像だけでは個人を特定はできないので、はい、パッと見ただけでは、はい、あと沖縄にワンチュールさんが今ではエレベーターのカゴ内にも防犯カメラが見かけるようになり、パネルに埋め込まれたものまであるんですねというふうにコメントいただいております。はい、エレベーターのカメラに関しては、実はもう20年30年ぐらい前からこの設置というのは結構されているんですね。今エレベーターの業者さんが、はい、そのカメラも一緒についてるエレベーターを設置されるというパターンが多いです。もう、はい、エレベーターのその設定の中に入ってるというかね、仕様の中に入ってるってことですよね、きっと。そうなんです。あともう一つはね、はい、今よく見るエレベーターでは、防犯カメラの映像がモニターに、中のモニターに映し出されてるっていうのもあると思うんですけど。ありますね。あとこの待ってる外側でも中が見れるのもありますよね。はい、これはね、犯罪防止の観点からそういうふうにしてるとメーカーさんからお聞きした。なるほど、そういうことなんですね。私はてっきりなんかエレベーターの混み具合が分かるんだと思ってずっと思ってました。うん、あれね、映像が見えてると、はい、なかなか中で何か悪いことをしようかっていう意識が働きにくいらしいんですよ。あ、なるほど、そういったことなんですね。はい、私は純粋に、はい、こう待っていて、あ、エレベーター今空いてるなとか思いながら、画像を見ておりました。うん、だからまあ、そういう、なんていうんですか、まあ、時代のニーズによって、ただ見るものから、セキュリティにどう生かしていくか、あるいは、防犯っていうところでも、もう一歩踏み込んでどうするか。っていうところをやはりこの業界もいろいろ考えているところですね。なるほど。今いろいろね、ツイキャスでコメントいただいております。埼玉の郷さんから、日本は海外に比べたら防犯カメラの設置率が低いですよね、はい、網本支店長からして、どこに設置したらいいの、あ、どこに設置したらいいのにって思うところはございますかという質問いただいております。はい、例えば、海外ですね、有名なのはロンドンの防犯カメラシステムなんですけども、はい、もうパッと拝見させていただくのも、街中の至るところについている。あ、なるほど。はい、かなりの数がついているっていうものもありますし、アメリカに行ったって結構ついていますよね。うん、じゃあ、そんなことでまだ日本っていうのはそんなに多くないってことなんでしょうか。そうなんですよね。あとはね、あれなんですよ、特に日本の数が少ないというところに関しては、はい、費用対効果の面は大きいです。あ、なるほど。うん、やはり、うん、
どうぞどうぞどうぞ。あ、はい、申し訳ないです。あのやはりね、うん、それだけの費用をかけてカメラを設置することに対してやはりそれなりの効果がなければ意味がないというかね、やはりその費用をかけるのがっていうところってことですよね。そうですね、だいたい1台どんなもんシステム、小さなシステムをつけるにしたってやっぱり40万50万はかかるんですよね。うん、っていう手がなってきたらそれの費用を誰が面倒見るんやと、ええ、まだランニングコストもどうすんのやっていうところがやっぱり出てきますよね。そうなんですね。網本支店長、大変こう真面目な話の後に心苦しいんですけれども、もう一人ですね、はい、ちょっとそわそわしている人がいるのではい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 、お願いいたします。どうも、はい、網本支店長、滑り王子でございます。あ、どうもご無沙汰してます。ご無沙汰しております。すみません、女性じゃなくてごめんね。全然大丈夫ですよ大丈夫ですよ。もうね、こうやってね、ステージともね、お話ができるとね、もう楽しくなりますからね。一つね、お伺いしたいのは、こう暗視カメラっていうんですか、夜中、夜、こう真っ暗なところでもこう、はい、カメラっていうのは鮮明にこう人の顔が、はい、分かるもんなんでしょうかね。ですね、カメラの種類によります。はい、実はどんなカメラ、まあ、デジカメでもそうなんですけども、はい、最低照度っていうのがありまして、はい、それの数値が小さければ小さいほど暗所でも映るようになりますね。あ、そうです。で、はい、で、まあ、一般的なカメラですとナイトモードにするとかなり綺麗に映りますね。あ、はい、それも光がなくてもということですか。そうですね、例えば 0.01 ルクスであるという、まあ言うたら電柱のところについてる街灯の光とかね、あればね、はいはい、映りますね。はい、あ、そうですか。本当のこの真っ暗の中でも映るんですかね。真っ暗の場合はね、IR っていう赤外線を照射します。はい、はい、うん、今やったら赤外線60メーターぐらい飛ぶライトがあるので。あ、そうなんです。それを照射して映すようにしますね。はい、あ、そうです。なので、はい、うん、例えば王子が、あれですか、女子大で、女子大工事で飲んでて、真っ暗で、酔っ払って歩いとっても、うん、電気があれば、防犯カメラにバッチリ映ると。それが心配なんですよ。だから、でも、それがね、本当、お聞きしたくて、ね、ぼやけて誰かわからないぐらいならいいんですけども、あら、王子歩いてるのね、A 店に行って、次 B 店行くのって、B 店行ったら C 店まで行ったでしょって、そこまでわかるとね、王子ちょっとドキドキしちゃいますんで、お黙り、ね、どこら辺まで綺麗に映っちゃうのかなっていうのをね、お黙り、お聞きしたかったんですね。お黙り、アップにすればね、結構綺麗に映るので、例えば王子が何かしら見やすいのを歩いてたら、あって待っても知りませんからね、僕は。ねえ、もうこれはもう変装しなきゃいけないですね、本当に、ね、どこで映っても OK っていう感じでね、変装していかないとですね。うん、ロングヘアの金髪ぐらいをくっつけて歩いておかないと。ふざけるな、うん、そうですね。この前ダンサーズさんにご相談いただいて、はい、ドローンで追いかけられへんかっていう話をちょっとお伺いしております。なんか皆さんがね、王子の行動を見てみたいじゃないですけど常時監視できるものはないんですかね。常時監視できるものですか。はい、大きな声では言えないけど、ないことはないですね。はい、まあ、例えば王子のメガネに仕込むとか。はい、できますよ、うち開発もやってるんで。そういうことね。やはりですね、この男のね、動きを監視して、まあ、どれだけメリットがあるかっていうのもあるんですけども、うんうん、そうですね、まあ、公開するわけにもいきませんからね。まあ、先ほどのことじゃないですけど、費用対効果もありますし。確かに、それは言えてる、はい、費用対効果は OK ですね。はい、これ、もしかしたら、それをやったのドキュメンタリーのこう、ね、映画作れちゃうんじゃないの。地獄を見るわよ。あ、そういうわけにはいかない。高茂さんがツイキャスで滑り動画って言われてますけれど。滑り動画？いや、どうだろうね、普通にね、生活してるだけですので、まあ、どこまでがそういうふうになってるかわからないですけども、ただまあ私のトークとして見たらこう滑ることはまずないですので、まあ、今度はこの行動をね見ていただいて、やっぱり結構王子きっちりかっちりしてるなっていうのをね見ていただきたいぐらいですね。お引き取りください。
で、そういう使い方もありますもんね。まあ、あれですね。うん、まあ、あとはだけど、あれですよね。文字の場合は、あの映像を撮るよりも音声撮らないと面白くないですよね。ですよね。あ、ということはもう、うん、あのあれはカメラの中に音声撮るのもあるんですか？やっぱりあの今、うんうん、はい、あの今のやつはバッチリ撮れます。音声撮れますよ。あ、音声も、うん、はい、あら入りますよ。あ、そうですか。あの画像だけじゃないですよ。画像だけじゃなくして、はい、あら、じゃあそこで、うん、あのね、あの防犯カメラの前であの一曲歌っても声が入っちゃうっていうことですね。おだまり、はい、あのうん、あのバッチリ入りますよ、うん、あの名古屋にもありますけど、うちのお客さんの某ドラッグストアで一回歌ってみてみてください。僕多分その映像見れると思います。そうですか。そしたらあのマイク持参でいかないといけないですね。いらない、うん、あ、そんなにでいいですよ。だから音声取れるから、うん、あ、そう、じゃあそんなに綺麗に取れちゃうの？あのはい、あ、ですよ、うん、あの増設マイクつけてますからね、そこは。あ、そうですか。あ、はい、もうこれは本当にあの、まあ、王子のね、あのオンステージやると、ただこのね、見えてるお客様がみんなびっくりするっていう、誰が来てるのかなと思って、うん、ただあのね、有名な方かなと思いながら見て、ね、王子の顔を見てもこの人は誰っていう、もう、うん、終わりそういうレベルですんで、もう終わりです、うん、そうですね、うん、あの王子がもしね、あの僕のお客さんのところで歌っておられたら、多分本部さんからなんか怪しい人がいてくれへんって怪しい人がね、あ、まあね、動きもね、音声もちょっと怪しい人がいるというふうに通報されるわけですね。はい、あの多分お客さんの本部さんから電話がかけてくる。あ、そうですか。でもね、あの、はい、あとですね、あの網本さん、あの趣味でカメラもあるやられてるんですよね。はい、そうなんです。実は副業フォトグラファーなんですよ。おお、カメラといってもそちらのカメラなんですね、うんうん、はい。どういったものをお撮りになられてますか？あれです、主に夜景を撮ってます。ああ、やけに夜景が綺麗ってやつですね。今なんか言ったね。そう、うん、で、まあダンサーズさんとね、あの三谷さんはね、はい、あの僕の写真展にお越しいただきましたよね。あ、拝見しました。お邪魔しました。はい、その説はありがとうございます。ありがとうございます。その説は、はい、素敵な写真でしたよ。うん、まあ、沖縄でさせていただいた時にね。はい、はい、本当、私見たのはなんか空港の写真ってありましたよね、確か。あ、ありました、ありました、はい。あれがね、まあ僕らが普段見る空港とまた違うものが見えるなと思いましたね、うん。あ、ありがとうございます。うん、あれです。あの光をどんだけ表現できるかっていうのが僕のテーマなので、うん、まあ編集して集めた光を全部にするような感じで写真撮らせていただいてますね。ああ、本当にその空港の周りがなんかすごく幻想的な感じにも撮れましたし、違うね、また視点で見れたなっていうのもあるなと。すごく良かったなと思います。いや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 、本当にね、まあ、あの那覇でやったのに来ていただいてめちゃくちゃ嬉しかったです。今ですね、追加コメントで沖縄にワンチュールさん、四日市の工場夜景、あれいいよね。わかりますね。ありがとうございます。あれにね、あれも写真展のなさせてもらったと思いますね。はい、結構今話題になってますもんね、この工場というか工場団地のね写真の方が、あれですよね、名古屋の方でしたら例えば四日市であるとか、あと鳥島ですね。ああ、はい、うん、をツアーで回るっていうのも結構あるみたいですね、うん、なんかそんな話も聞いたことあって、うん、結構そういうのも面白いかなと思います。ね、はい、ぜひまた機会があれば見に行ってください。 ありがとうございます、はい、すいません、かなりお時間オーバーしてしまいまして申し訳ございませんでした。いえいえ、大丈夫です。こちらこそ申し訳ございませんでした。はい、はい、よろしければDグラスさんのお電話番号などおっしゃっていただいてもいいですか？うちはね、直販は実はやっておりませんで。ああ、そうなんですか。はい、はい、販売店様の方に、はい、通して販売をさせていただいておりますので。ああ、そうですか。はい、CM の方までありますので、ビールネットで検索していただければ、はい、よろしいかと存じます。あ、はい、そうでございますね。はい、
かしこまりました、はい、では皆様の D,、はい、D グラッドさんの方の D グラッドで検索していただければ、あの、はい、こういったあの例えばカメラを設置したいという場合もそのなんかその窓口の方をご紹介いただけるんですよね。そうですね、あの弊社はあのあれです、まあ、あのカメラメーカーさんとあの協業させていただいておりまして、はい、あのそちらの方のご担当をご紹介させていただいたり、あとは販売だけであるのならば、はい、あの IT あのあれですサプライヤーさんを紹介させていただいたりしております。あ、かしこまりました、はい、では皆様の D グラッドでぜひ、はい、検索いただければと思います。はい、はい、ありがとうございます。そしてあの気になる方はその、はい、ホームページなどからお問い合わせをしていただければと思います。はい、はい、では最後にあの相本支店長、何か最後に お話ししたいことございますか。はい、まあ、あのちょっと固い感じでお話をしましたけども、皆さんお世話になっておりますラジオネームにぐれです。また今後ともよろしくお願いします。最後に最後に、もうあれあのもうあれですかね、あの今、うん、ツイキャスがちょっと一瞬あの固まりましたけれども、はい、多分皆さんちょっとびっくりされてるかなという感じをしますね。はい、うん、あの埼玉のゴーさんがなんか笑ってなって笑いマークになってる涙が出てる涙笑いマークになってます。はい、うん、そうですよ、あの王子もですね、はい、あのイミグラさんってねお話してないからちょっと今日もね硬くはないですけどもきっちりかっちりしたようなお話にしましたので。いやいや全然きっちりかっちりしてないよ、うん、してないの、うん、これが本当にイミフレさんが最初からっていうねあのお話だったらもっとむちゃくちゃになってますよ。おだまりそうね、まあ仕事の話なんで、まあ、最初からぐちゃぐちゃにはできませんからお上手すいません、あの戻りまして網本支店長どうもありがとうございました。こちらこそ今回はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。お願いいたします。ありがとうございます。はい、こちらこそよろしくお願いいたします。どうもありがとうございます。ありがとうございました。本日は、はい、株式会社 D グラッド大阪支店支店長網本健一さんでした。ありがとうございました。どうも失礼します。はい、失礼します、はい、します。はい、メールご紹介します。はい、お願いします。おばあからもらったプライベートジェットさんからです。ありがとうございます。ダンサーズさん、みそにこみすきーさん、マスクマンさん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。最近はデジカメで写真を撮ることが少なくなってしまいました。ガラケー時代はカメラの画素数がそれほどでなかったのでカメラを併用していましたが、スマートフォンになってからはカメラの性能も向上してデジカメを持ち歩くこともなくなり、ほとんどがスマートフォンでの撮影となっていますが、ついついたくさん撮影してしまうためクラウドの無料分の容量では、足りなくなってしまい管理が難しいですね。皆さんはスマートフォンの写真上手に管理できていますか、ということでございます。これはもうダンサーズがね、実はですね、うん、あんまりなんですね実はあんまりなんですよ。実はあんまりで、うん、まあ確かに端末に入れっぱなしっていうのもありますし、バックアップは1回だけ撮ったことありますけども、撮ってそれを振り返って見たことがない。撮るだけの人、撮っただけっていう、で整理もあんまりされてるとは言えなくて、結構すいません、そのあたりはルーズなんですけど、何ルーズなのね。単なる容量のでかい大きいスマホにしてるだけっていうだけですね。はい、はい、というところで、はい、じゃあ、あのコーナー行きましょうか。はい、名古屋は栄養ではなく関西は絵でのコーナーです。今あの
三四三になっちゃったちょっとね今週は、まあ、網本支店長も、はい、出演してくださっていて、はい、まあね、大阪ですけれどもちょっとね私が先日、神戸の方へ行ってきましたので、はい、うん、ちょっと今回は関西バージョンでお届けします。はい、はい、そう、神戸行ったんですけれども以前ね、この番組にも出ていただきましたサーカスフォーカスのリトル B さん、うん、はい、ね、出演していただきましたけれどもね、うん、その方が先日ね、フェスをやりましてフェスですよ、うんうん、まあ、まあ大体ねフェスって言えばこう野外でやるんですけれども、はい、まあで野外でこう大人たちが集うイメージがあるじゃないですか、うん、で今回 の, そのサーカスフォーカスのフェスっていうのが、まあ、神戸のちょっと森の中のでやったんですけれども、うん、開催したんですけれどそれがですねすごいんですよ。入場料が、まあ、ありますけれども、うん、お子さんがただなんですよ、うんうんうん、ですのでやはり家族で楽しめるフェス、うん、そうフェスって言ってやっぱりねこうある程度の年齢の人しか行けないイメージがあるんですけども、うんうんうん、そうじゃなくて、うん、本当に赤ちゃんから、うん、ね、もう家族で行けるっていうね、うんうん、もう本当に子供を抱えてるぐらいのね小さいお子さん の,、うんうん、お母さんでも参加できるフェスでした、うんうん、で子供も楽しめるイベントがいっぱいあって、うん、あ、そうなんだ、うんうん、またちょっと面白かったんですけれどもただねこのまあ、キユ名古屋ということで名古屋から、うん、関西って意外とねこう名古屋って真ん中じゃないですか。だから東京にも行きやすいですけれども大阪とか関西も近いんだなっていうのをすごく思いましたね、うんうん、そうですね関西近い方ですよね、うんうん、ですのでねまたねこう名古屋を起点にこう関西の方を楽しむのもいいのかななんて思いましたね、うん、そうですね、うん、いやしかし新幹線ずいぶん本数増えましたね、うんうん、びっくりですね。あ、そうなんですか。ね、なんかもう地下鉄並みっていうぐらい来ますよね。あ、そうなの、うん、なんか3分4分の間隔の本当にそうなんですよ。あ、そうなんですか。もう、うん、そのね、こう朝とか、うん、夕方とかって本当に地下鉄よりもたくさん来るんじゃないかって思うぐらい。 あ、そうなんですか、うん、しかも割と時間きっちりで、うんうん、じゃあいいですよね本当に ね, ね、うん、本当またそれで近くなってますもんね、うんうん、でまあ今回ですね、まあ、その神戸に行きましたけれどもやはりね神戸はあれですね温泉もありますからいいですね。はいはいはい、うんうん、でまあ意外とまあ新神戸降りて、ねうん、ちょっと電車乗れば有馬温泉もありますけれどもね、うん、今回そのフェスでもそうフェスってなんかこうねその広場でやって終わりっていうところがあるんですけれども、うん、なんと隣にその日帰り温泉施設がある会場だったのでおうおうフェスの途中でこう一風呂浴びるそうできるんでそれができたんでしかもそのフェス価格みたいなのがあってあそうなんですかサーカスフォーカスフェス価格みたいなのになってておうおう入場料も値引かれてお得に入れるのとあそれいいですね。あとですね、すごくこれは一番びっくりしたんですけれども、露天風呂でそのサーカスフォーカスの曲をその日だけ流してて、はいはいはい、もうこの露天風呂に入りながら、うん、このねこう推しのアーティストの、ねうん、曲を聴きながら露天風呂入るの最高ですよ。いいですよね。これまた露天からそのフェスの会場っていうのはまた見えるんですか。うん、あ、それはちょっと見えないです。それは見えない。やっぱりそれ見えちゃったら逆に見えちゃうじゃないですか。まあまあそうね、露天風呂、うん、ねちょっと、うん、そこだけ特別価格。ちょっと水に恥ずかしいってなっちゃうからダメですよ。ちゃんと巻いてください。あ、それが水着。露天風呂ダメだ。日本はね、はい、大体裸で入るところが多いですからね。うん、ですね。そうなんですよ。ね、そんな感じでね、うん、なんかねもうそうやって好きな曲を聴きながら露天風呂入ると。はいうんなんかあともう一曲聴きたいなとか思って、うん、あそうですよ、ね、頑張っちゃってあいかない3曲聴いたらちょっと伸びそうになりましたのでちょっとあそれがあるよね、うん、そうそうそうそれがあったんですけれどもね、うん、なかなかそういう面白い取り組みをね、うん、まあ ね, いいね、こちらのね桐生名古屋にもゲスト出てくださったんですけれども、うん、ねそんな感じでサッカーソーカスのフェスが楽しかったんですけど、うんうんうん、
っていう話です。です、ね、はい、はい、ということで、はい、あの味噌煮のただの自己満足な関西は ADA のコーナーでした。キウナゴヤ。はい、メールご紹介します。はい、お願いします。あら、珍しい方だわ。キウナゴヤの皆さん、こんばんは。名古屋の工場長です。あ、ご無沙汰しております。お久しぶりでございますね。今から6年ほど前、鉄道写真を撮っていると自転車に乗った外国人が通り過ぎ際に内根と言ってこちらに近づいてきました。はい、内根、はい、何が起きたか分からずプチパニックになっている私のカメラを指さしています。内根とはニコンのことだと理解できたので、はあはあ、イエスと答えると、出るわ出るわニコンのディスリ発言、はあ、ディスリ発言、あら、何なんだと思っていましたが、話を聞いていると内根マニアであることが分かりました。好きすぎてその反動なのでしょう。そしてその外国人と意気投合、最後は熱く握手をして別れました。意気投合したんですね。あ、これだ、どういう、あのね、好きすぎてこう突き詰めちゃうってことなのかな、この外人さんが。でもで、なんでデスリ発言なんだろう ね。でちゃんとこう、あのニコンって言えない、このナイコンっていうとこが、あの多分外国なまりで、あ、なまりなのね。そういう感じ聞こえるんでしょうね。N から始まるから、うん、あ、ですかね。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。あんつまさんからです。はい、自分は地元地区の防風林や農道の周辺の雑草など清掃事業の担当役員もしてるんですね。清掃現場の作業前、作業中、作業後の写真を支給されているデジカメで撮るんですが、作業件名、作業場所を書く黒板を持ち歩きながらの撮影、パソコンへのデータ転送がめんどくさくてどうにかならないかなと思ってたら、棒についた小さなホワイトボードがあり、スマホのカメラで撮影するようになったんですね。それでも字の記入は自分でしないといけなくて、字の汚い自分には億劫でしたが、建設業で働いている後輩が、あんつば先輩、電子黒板アプリがありますよと言われ、去年から早速使ってます。黒板も持たなくていいので重宝していますが、携帯にカメラ機能を搭載した人マジ神だわでした。あ、なるほど、本当便利になりますよね。うん、最近ね、なんかスマホで撮りますもんね、ああいう現場の写真とかもね。うん、あの、うん、昔 ありましたよね、あの J 本、 J 本、 J 本で、あの、はい、カメラ付き携帯が出た時、はい、当時あのシャープが出してたんですけども、うんうんうん、カメラがついたっていうことで大騒ぎ で自分もですねそれに飛びつきました。うんうんうん、普段 J 本持ってないのに買っちゃいまして、うん、パカ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 撮ってて、うん、あれはちょっとあれはすごかったなと思いましたね。うんうん、イミグレさんが、ダンサーズさん、みそにさん、王子ありがとうございました、お邪魔しましたって。こちらこそありがとうございます。もうなんか自分でバラしてるけど大丈夫かな。はい、で仕事で名古屋にお邪魔しますけど、車で2時間足らずですから近い近いって、うん、確かに近いですよね。で沖縄ニュアチュールさんも、名古屋から新幹線で大阪まで約1時間、近鉄特急で2時間ちょっと、どちらも神戸までつながってます。で後者は大阪難波で阪神線乗り換え、うん、そうですね、うん、ただ この間は全部新幹線で行っちゃいました。はい、うん、でいいですね、あの、うん、近鉄の火の鳥もね、いいですよね、うん、本当にいいですね、いいですね。で山中智文さん、滑り税理士さん、こんばんカメラ、はい、あ、滑ってます。あ、いいね、語呂いいじゃないですか。そこで共感してる人がいる、はい、いいな。で、安さやかさん、コンビニシャローシアスさやかさん、はい、今から聞きます、ありがとうございます。で沖縄大好きさんも、電池切れからただいま復活したのかな、あら、よかったです、うん、よかったです、よかったです。
そうなんですか。ヤスさんちゃんとあの聞いてくれてたかな、あの王子のゲストとのトークを。ちょっともしかしたら間に合ってなかったかもしれない、うん、でカープボーイさんがね映るんですって、今若い人たちで流行ってるって話聞いたけど、その分もう去ったのかなって。あ、そうなんですか。チェキはもう終わったんですかね。そうそう、あでも、ね、なんか私聞いたことあります、うん、映るんですが逆に今トレンドっていうかね、なんかこうね、うん、なんて言うんだろう、またブームが出てブームになってるっていうのを聞いたことがあります。あ、そうなんですか、うん、今も続いてるのかわかんないですけど、うん、ちょっと前にそんな話を聞きましたよ、はい、うん、はい、で、あ、で、うん、もう1つメール紹介しますね、うん、はい、これメールの、お名前がないですね、はい、キウ名古屋の皆さんこんばんは。こんばんは。昨日から発熱していて、うん、今牛丼屋で夕食中です。10年前ぐらいに買ってもらった一眼レフのカメラ、最近ではスマホばかりでカメラを使うことがなくなりましたね。もったいないなーっていうことです。あ、ね、ちょっとお熱出されてるので、うん、ね、まあ、ご自愛ください。まあそうですよね、はい、ね、確かにね、うん、カメラ使うこと少ないですね、うん、そうですね、はい、はい、続いてメールいきます。はい、お願いします、はい、名古屋ネーム沖縄大好きさんからです。はい、ありがとうございます。ダンサーさん、みそさん、王子こんばん、名古屋、名古屋、沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー沖縄大好きです、ダンサーさん、みそさん、僕の番組へのメッセージありがとうございました。いや、こちらこそありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。しっかりと僕の方でも旧名古屋を含む各番組の告知をさせていただきました。はい、ありがとうございます。さて、テーマカメラについてですが、僕もカメラで写真を撮るのが好きですよ。と言っても一眼レフのカメラで撮ったことはありませんが、スマホやガラケー、デジカメに使い捨てカメラで写真をよく撮っていました。今はライブやイベントで写真を撮ることも増えましたね。アイドルオタクの人たちが持つカメラを見てると、自分でもアイドルに限らずいろんな写真を撮ってみたいなと思っていますということでございます。まあ、そうだよね、いろいろ写真撮りたくなるよね。うん、うん、もしあんまりね、あんま撮ることないんですけど、ただ自分のね、はい、先ほどのみそちゃんでもちょっとありましたかね、自撮りして、うんうん、どこに王子ちょっとこうシミが増えたかなみたいな確認しますけど。あ、そうなの、うん、結構それやってるんですよね。そうなの、うんうん、だからそれやってどうするんですか。いや、なんか嫌だなと思って。嫌なのにやるんだね。じゃあだからこれを確認してですね、うん、もうこれがひどくなったら、うん、皮膚科とか行った方がいいのかなとかさ。いや、もう違います、これです。もう終わりです。終わり。そうなの。びっくりしたよ。先ほどね、J4 の話からね、うんうん、結構みんなざわざわしてまして、埼玉の郷さん、姉が J4 でした。懐かしい。ヤスさんも J4、 私も持ってました。で、山中さん、東京デジタル本。あ、こちらでは東海デジタル本です。そうそう、東海デジタル。多分東京では流れてないんですけど、はい、当時鈴木杏樹が宣伝してまして、ね、やってましたね、うん、本ってやってましたね、本ってやってましたね。伝わらないよね、でも多分ね。あ、そうそう。で、ヤスさんが、これまで英国風パブハブでジャズライブを聞いていました、アーカイブで聞きますって。ほら、聞いてなかった、残念だね。シャレオツですね。シャレオツですね。王子固まらないで、はい、だからさ、王子のあの会話は聞いてなかったから、うん、ジャズライブを聞いてたからね。あ、だからアーカイブで聞きますよっていうことです。はい、ありがとうございます。皆さんのそこまで振り返って聞くほどでもなかったですよ。いやちゃんと網元さんのトークは大事だから。いや、だってね、振り返って聞いたときにがっかりするかもしれない。がっかりする。予告ですよ、予告。あ、そうね、がっかりするかもね。はい、そういうことですね。うん、はい、王子のね、はい、身にならないね、トークをね。はい、はいはい、というところでエンディングです。はい、はい、来週のテーマは調べる。来週のテーマは調べるです。ナビアプリで行き先を調べる、滑り王子の底を調べるなどなど、皆様の調べるエピソードを教えてください。それはやめてよ。この番組は陸上海上輸送一貫サポート
名古屋東海共和自動車整備士を絶賛募集中名古屋熱田トリプルエイト入居者募集中名古屋熱田トッペロン経営者様のお困りごと相談はリテールクリエイト社会保険労務士法人個人スポンサーさんですグランレーナさん名誉総裁賞受賞の首里饅頭那覇首里中村製菓アートワークウェブサイト FMJG お小遣いで買えるお菓子がいっぱい長し長田おやつと軽食の店夢や相続などでお困りごと相談は税理士法人ベスタックス対古式とオイルリンパトリートメットのリラクゼーションサロンなごみネットワークカメラ録画システムのことなら D グラッド個人スポンサーさんです真っ赤なメルセデスさんこちらの提供でお送りいたしました。はい今週もお聞きくださいましたありがとうございました。ありがとうございま す。来週は調べるです。うん、あの王子のことは調べないでね。まあ調べてね、ね、あの先ほどの言葉じゃないですけど費用対効果があるかどうかですね。だからさ今日は費用対効果がいろいろね、うん、はい、それとってさあの、はい、ドキュメンタリーでもちょっと作っていきたいなと思って。はい、また来週です。はい、また来週。閉店ガラガラ。はい、今週もお聞きいただきましてありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。やっぱりあの王子あれだね、ゲストがあのね、来ていただいた時はもういいお話をしてますよねっていう自己満足をいつもしてるけれど、うん、反省はない。え、反省するとこある？ほらもう開き直ってるでしょ。開き直ってるだって本当に今日はあのまたねあのいいお話できたなと思いますんでね、また来週も聞いてください。はい、ありがとうございました。また来週。はい。